街は雰囲気も若々しく初夏の匂いに包まれています。新緑のスタジアム、ピッチはすがすがしい数ながら戦いの時を待っております。新しく J の仲間になった2つのクラブ、どういった戦いを見せてくれるか、いよいよ今年の J リーグが始まりました。さてミッドフィールドに入って右サイド、この人が今年主体の新人です。さあ自らが持ち上げて、これはチャンスになりそうだ。八つ塚バランス攻撃重視で、We'll be right back.
のシステムで臨んでいます。まずは様子を伺うといった雰囲気。トリーズか、なんとか抜いた。さてどうしますか。オープンスペースを探します。おっと強引にスライディング。吉原やはり無茶でした。前半10分を回ったところです。ティグレ、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。さあどこにパスを出すか。ティグレ、さてどうしますか。ああ、ちょっと、そこに上げるのか。どうだ、リード。前半15分、ボールはコンサドーレ、ティグレ、どう出るか。センタリングのチャンスだ。キーパー飛び出してこれをキャッチ。ここで前半戦が終了。両チームとも無得点。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。この調子だと先に得点したチームが勝ちそうな雰囲気ですね。後半45分、今始まりました。
間残りあと5分コンサドーレ先制のゴールを決めました。バルデスチャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。バルデスリバウンド、ここで試合終了。Thank you.